ウィリアム・ピット1788年の三国同盟は、イギリス、プロイセン、ネーデルラント連邦共和国の間で結ばれた同盟である。本来の目的は、オスマン帝国との戦争で優位に立ったロシア帝国の強大化に対抗することであった。またイギリスは大陸の勢力均衡を望み、プロイセンは同盟を背景とした領土拡大を目論んでいた。両国は、 対ロシア戦線の寸前まで進んだが、ロシアの外交努力の結果、イギリス国内でショーピット政権に対する反抗が起き、結局この同盟はロシアに対する軍事行動を始める前に和解した。1788年4月、プロイセンは対ロシア戦に備えてネーデルラントからの融資を取り付け、見返りとして不安定なネーデルラント政府の軍事的な後ろ盾となった。 8月13日、今度はイギリスとプロイセンの間で花房広市同盟が調印され、三国同盟が成立した。イギリスとしてはヨーロッパの勢力均衡を保つために、この同盟によってフランスとロシアを抑え、不安定化しがちなバルト海、バルカン半島、ネーデルラントを安定させる狙いがあった。一方でプロイセンはロシアとの戦争や、 ポーランドリトアニア共和国との外交を通じて、バルト海方面への勢力慎長を狙っていた。バルカン半島においては、三国同盟は、ロシア・オーストリアの動きを牽制し、最終的には1791年頃に、オーロ同盟との開戦に踏み切るという算段を立てていた。イギリスはあまり戦争を望んでおらず、ことを荒立てずに、ロシア軍がオスマン帝国から撤退して、 戦争前の現状回復を行うことを求めていたが、次第にこれが困難であることに気づいた。1790年8月以降、イギリスとプロイセンの中ロシア外交官たちは、ロシア政府に圧力をかけて、オスマン帝国から撤退させようとしたが、うまくいかなかった。イギリスのウィリアム・ピット政権がロシアに対して強硬姿勢を取ってきたこと。 また三国同盟と戦えば自国が負けるであろうことを理解していたロシア女帝カチェリーナ2世は中ロンドン大使セミオン・ボロンツオフにショーピットのライバルであるチャールズ・ジェームズ・フォックスを支援するよう命じた。ボロンツオフらは積極的な買収策によってイギリス議会内に多くの支持者を作ることに成功した。ネーデルラントはさらに対ロシア戦に消極的だった。ロシアは ネーデルラントの金融家たちにとって大口の債務者であり、対ロシア戦は債権回収を危うくするものでしかなかった。イギリスの中ネーデルラント大使初代オークランド男爵、ウィリアム・イーデンはロシアの外交官たちと親しかったこともあり、ロシアに敵対するようなあらゆる行動に反対した。さらにイギリスは対ロシア戦略のようとなり得るポーランド・リトアニア共和国との関係構築にも、 失敗した。ポーランドは4年政務での改革遂行のために、ロシアの支援を頼みとしており、三国同盟に接近することを望んでいなかった。そして1790年に第一次、ロシアスウェーデン戦争が終結し、スウェーデン王グスタフ3世が再改戦を否定したことで、三国同盟はまたもや対ロシア戦の潜在的な協力者を失うことになった。 1791年2月頃、プロイセンはオーストリアと合意を結んだ。オーストリアは三国同盟側への加担こそ拒んだ。ものの、三国同盟とロシアの間で戦争が起きた。際には中立を守ることを約束した。これを受けて、イギリスのピットはバルト海に艦隊を派遣することと、ロシアへの最後通帳の政策に取り掛かることを、プロイセン王。 フリードリ・ヒビル・ヘルム2世に約束した。これは、ロシアがオスマン帝国から手を引かなければ、イギリスとプロイセンが軍事介入するというものであった。ピットの案は3月下旬に王の認可を受け、直ちに議会での審議にかけられた。一方、フリードリ・ヒビル・ヘルム2世も3月初旬にオスマン帝国の代表に所管を送り、間もなくプロイセンがロト戦争に介入すること、 バルト海にイギリス海軍が展開するであろうことを伝え、戦争を継続し、バルカン半島で攻勢に出るよう求めた。プロイセンは本気で海戦に備え、9万人もの軍勢を国境に配置し、3個軍団を折りえ、進撃させる計画を立てていた。ロシア側もバルト海の防備を固めて、戦争に備えていた。一方、海戦の可否が議論されていたロンドンでは、 ロシアの外交官たちが何とかして、英路改善に否定的な派閥を組織させて、審議を妨害しようと奔走していた。彼らは、莫大な資金を投じて、外交運動とプロパガンダを展開した。実に20種ものイギリスの新聞がロシアになびき、ロシア軍の脅威を訴える、ショーピットを非難するリーフレットを大量に作成した。ロンドン証券取引所に影響力を持つ商人や、 ジョンパラダイスのような作家や学者もロシアを支持した。そして2会内ではトーマス・ディムズ・レール、チャールズ・ジェームズ・フォックス、エドマンド・バークといった数々の議員が抵抗を示した。イギリスでの論争に先んじて、ネーデルラントではすでにロシアとの交渉が始まっていた。中乱イギリス大使遺はプロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム二世が戦争の必要性に会議的であり、 オーストリアの軍事的動向を気にかけているという旨の文章を読んだと本国に報告した。ポーランドの歴史家、イエジ・ホイエクは、この情報は、イーデン自身、または、ロシアの外交官が、または、その双方が流したデマであったとしている。イギリス議会での審議は3月29日に始まった。チャールズ・フォックスら少数派の批判はあったものの、庶民員は、対ロシア戦争を承認した。 しかしわずかに3日のうちにピット政権は大幅な方針転換を容疑なくされた。政権内で起きた内紛の状況はよくわかっていないが、おいくはこれがフォックス、イーデン、そしてロシアの外交官たちの暗躍によるところが大きいとしている。ピットは再組閣することで挽回を図ったが根本的な解決とはならず、A 政府はの末に予想にしなかった変革を 迎えることになった。4月中旬から下旬にかけて、対ロ強硬派の第5代リーズ公爵フランシス・オズボーンに代わり、初代グレンビル男爵ウィリアム・グレンビルが外務大臣に就任したのである。これ以降、イギリス外交は逆転して、深度反復路線を取っていくことになる。対ロシア最後通帳を携えた死者はすでにロンドンを経っており、4月3日の夜に、 ベルリンに到着した。しかし、彼がロシアに向かおうとしていた8日に、新たな死者がロンドンから到着し、前の死者にロシアへの通達を延期させた。6月初頭プロイセンは、イギリスの政治が転換し、もはや対ロシア戦争を望んでいないことに気づいた。これをもって、三国同盟の意義は消滅した。1791年7月26日。 イギリスネーデルラントプロイセンロシアの4カ国の間で条約が結ばれた。ここに三国同盟の消滅が確定し、三国はロシアのオスマン帝国に対する領土主張を事実上すべて受け入れることになった。まもなくこの4カ国は革命が勃発したフランスとの戦争で同じ陣営に立って戦うことになった。おいゆクはこの実際には起こらなかった戦争と三国同盟の 解体に関する研究が、同時期に世界を変えたフランス革命に隠れて、まばらにしか行われていないと指摘している。彼によれば、三国同盟解体はロシアにとってみれば、類いまれな大成功であり、当然イギリスにとっては、大失敗であった。その権威者ピットにしても、彼の外交政策を大きく転換せざるを得ない、失敗を犯したことになる。 他で三国同盟解体という出来事に大きな影響を受けたのがポーランド・リトアニア共和国である。ロシアの強大化とその対抗陣営の弱体化は当時ロシアに対抗するべく改革を進めていたポーランドにとどめを刺し、その滅亡の原因の一つとすらなった。ボイエクによればポーランド人の中にはアントニア・ウグストイン・デボリのようにイギリスとの同盟を主張した者も,もいたが、 ポーランドを、スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキは、ロシアに敵視されることを恐れてこの案を却下した。この対応も、ロシアの内政干渉の激化とポーランドの消滅の原因となった。ありがとうございます。